あ、そうですね、うん、ここはあんまりね、そんなにこう体が痛くない。ほらもうこんなタヌキとかいっぱい出てきてね一番俺が信用していない演出が来ました。ポロです。チェロです。ポロチェロです。はい、ラグナドやっていきましょう。行きましょうかね。見てこの、うん、素晴らしい景色じゃない。そうね、領主の上に全員にびっくりマークがついてるっていう、このついてますね。月1回できるこの国ヶ社券490円でゲットしましたよ、うん、490円だけど5体いるからね。まあ2500円弱、うんうん、っていうところでね。いや恐ろしい。恒例のお楽しみ会。いや恐ろしいよ。行かせていただきますね。まあちょっとね、やっぱ現部、うん、あの行部さんね、うん、行部さんはやっぱり推しだから。あ、やっぱりまだ推しなの。うん、だから最後に引こうかなと思って。うん、まあ、滝谷社さんからね引いていきましょうか。私は滝谷社さんが推しですけど、あ、間違えましたね。エンマ様でしたよ。エンマ様はなかなかの確率やけね。お主の運命やいかに。まあまあまあ、まあでもね、課金でこの猛演出しんどいよね。これしんどい。ちょっとこらえて頑張って。虹。うわ。そう、うわーって言うの俺のセリフやけね。でもなんかちょっと演出あったよ。お、黄色い。黄色い、これ変わるんじゃない。お、なんか綺麗やない、しかも。うん。綺麗なだけでしたね。綺麗なだけでしたね。まあ幸先悪くないよ。まあ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 。じゃあ次ジャミさん。うん。行かせていただきますね。どうぞ。国ガチャ10連チね。お、ちょっとずつ。でもチャオさん、あんまり国ガチャ運良くないですよね。まあでも国ガチャ運いい人とかおらんよね。なんかせめてこう UR、 あ、まあまあまあ UR ぐらいはね、こう確定にしてほしいとこですよね。拾っていきたいよね。あら、一個よ、貴重な。まあ、いいんですよ、僕の本気はね、あの男性2人組なんで。そんな余裕ぶってていいんですか。いや、余裕はないですいきますよ、うん、クリアさん。クリアさん、クリアさんも強いからね。この2人が魔法だからね、ジャミさんとね。あ、そっかそっか。お、ちょっと期待高い。お、まだ分かんないよ期待値。お、あー2個さっきからなんかこう期待を寄せつつ裏切られるみたいな。違う違う、こう盛り上げていかんとさ、気持ちを。うわ、とうとう全部青になりましたけどこれは無理やな。なんか青からさ虹になったらもう絶対確定みたいな感じだったら、青もさ期待が持てる、ね、もしかしたらみたいな、うん、運営さん、そういうね、いきなり演出をちょっと増やしていただけるといいかなと思いますね。どっちから引こうか。まあこの順番で引いていこうか。こ、業務さんから行く。じゃあこっち本命でしょ、うん、この人強そうだよね。いや強そうよね、見た目がもう一番強いよね。うん、物理でしょ。物理、物理と言わんばかりのポーズしてますよ ね。いやー、マジかー。ケロさー、ここまで悪いとちょっと来月から買うの考えるよね。いや、もう本当にケロさんやめた方がいいかもしれないですよ運営さん、来月から考えますよこのままではね、考えちゃいますよいや、ひどいわマジで。青た多いよね。まあまあね、やっぱ楊主さんだからそんな簡単には出ないのは分かってるけど、うん、もうちょっとでもね。まあ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 ね、もうちょっと何か欲しいよね。まあちょっとまだ行部さん行く前にね、うん、ここら辺のカスを、残りカスをね、ここら辺ちょっと消化しながら残りか、残りかすか、徳をね、徳を貯めていきましょう。普通のね、うん、ノーマルガチャは、まあここはね、もうあのあれだから、あの乱獲チケットのやつだからね。まあ身を削ってるわけじゃないですからね。こんな出らんもんかね。4枚。お、4枚期待はあるんじゃないですか。いや、この前3枚引いたら、うん、3枚で引き直しが出たの。すごいよね。うん、鬼が出るか蛇が出るか。ちょっと今回チェロさんいまいちですね。そうですね、もうちょっとなんかこう、あ、
もうちょっとドラマがあってもね。そうね。なんかせめて UR、 UR でドキドキしたいよね。うん、やっぱ二次演出見たいよ。そうでしょう。国ガチャで二次演出はちょっと楽しい。熱いもんね。うん。まあ、リクルトとなく裏切られてきたけど。あ、でもこれだいぶ得積みましたけど。いや、積んでるでしょ。まあ、ここはもう消化試合ですから、言うたら。あ、そうですね、うん、ここはあんまりね、そんなにこう体が痛くない。ほら、もうこんなタヌキとかいっぱい出てきてね。一番俺が信用していない演出が来ました。タヌキね。お、でも黄色。あ、でも黄色。ごめん、タヌキさん、嘘よ。やっぱりね。侮辱するからですよ、タヌキさん。さあ、近づいてきてますよ。近づいてきましたね。終わりが。終わりが。チョロさん出ないね。いや、こんなに回したのに。結構俺国ガチャ回しとるけどね、うん。まあまあでももっと回してる人はいるんだろうな。まあそうね。でももう次は何これ。わかんない。適当。よし、じゃあ最後ね。さあ、本番ですよ。本番ですよ、これ。ここが。いきますね。うん。頑張りますね。頑張ってください。頼む。せめて、楽しい演出を。あ、ちょっと期待持ってる。ちょっとね、ちょっとね、うん、ちょっとね。ちょっと来たよ。あ、いっぱいいた。頼む。なりきれない。俺はいつもこう俺の人生のようやね今の。いつもこう俺こういう人生なよマジで。もうちょっとおかしい。うわ、俺の人生の縮図やったよ今。うわ、ダメやな、やっぱね。まあ、このドキドキをね、2500円で買ってると思ってね。出るか出ないか、まあ、ちょっと泣きのもう一回あるんですよ。これでね、もう終わりですよ。縮図が見れましたね、今回。縮図やったなあれは。この気配は一体。もうひどすぎて無言になったよね。悲しいよね、あの魂入る瞬間見るの。そうね。はい、ということで今月もダメでした。またね、月末楽しみに引きたいなと思います。そう、まあもう諦めたらね、うん、出ないから。そうそう、まあ参加しないとね。そうまあちょっと今回ポールさんね、ちょっと入院中だったんで。そうなんですよ、変えなかったよね、あのアップデートとかあるから Wi-Fi ないから1ギガのね、そう、うん、アップデートに耐えれるか不安でちょっとできなかったんですよ。まあ来月は一緒にしましょう。そうですね、うん、はい、うん、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。